退学すると言った。俺が身を引くのは。諸星、よく決心してくれた。分かった。諸星、何も言うな。本当に分かっているのか。前から君には荷が重すぎると思っていたんだ。角の立つやっちゃな。皆野衆、諸星が。うるせえ奴らの主役降りるって。やっぱりな。向いてないとは思ってたけど。今度の主役は誰だろう。どうした面堂、嬉しそうだな。まあルックスの点から言っても次期主役はわしじゃ。ジェリー、どっから湧いた。主役コンテストやってると聞いたんだな。このシンプルなライン、ハイクルシーマスク。何をやったんじゃ、みっともない。お、さくら先生。脈絡もなく出てきよって。恥を知れ恥を。さくらさんはどうしてここに。それは挨拶とかいろいろあるじゃろ。やはり主役を引き受けるとなると。チェリーと一緒じゃ。私も主役やりたい。やはり僕が。いや、私が。わしじゃ。みんないい加減にするっちゃ。今さら何を言ってるっちゃ。そうだそうだ、もともとうちが主役なんだから。俺が主役じゃ。うちじゃなかったのっけ。俺が主役だったんだよ。だから主役やめるんだろ。任せたな。主役コンテストの会場はここか。皆さん、こちらですって。うわっ、うわっ、何じゃ。主役の座を狙ってあちこちから駆けつけてきたらしい。ライバルが多いの。やはりみんな諸星が主役なことに納得がいってなかったらしい。その辺をこの際はっきりさせようではないか。腕っぷしの強さで決めようぜ。星の期待を背負っているので負けるわけにはいきませんわ。わてもまだまだ現役です。どうすんの、アタルくん。俺はただ学級委員長を引退しようと思っただけだったのに。お前学級委員長だったっけ。やめたら。主役はうちだっちゃ。